アメリカ横断ウルトラクイズ、アメリカ横断ウルトラクイズのクイズ形式アメリカ横断ウルトラクイズのクイズ形式では日本テレビ系列で放送されたクイズ番組アメリカ横断ウルトラクイズで行われたクイズの形式について解説する。本番組に応募し参加はがきを受け取った挑戦者はまず参加はがきとパスポートを持参して第1次予選に参加する。会場は 第11回まで高楽園球場、第12回以降は東京ドーム。予選とは名付けながらも、前年度優勝者の優勝期返還、敗者の味方登場やイベント的な敗者復活戦など、セレモニー的な要素も含まれる一大イベントとなっていた。第1次予選に限り、挑戦者の子供と同伴することが認められているため、子連れで参加する挑戦者も相当数に上った。 ただし18歳未満には応募資格がないことから子供などの無資格者は挑戦者と予選で一緒に参加しても正式な出場者数にはカウントされない。通過人数は第1回は80名、第15回は130名、それ以外の大会では100名、敗者復活者、数名であった。予選通過は非常に狭き門であり、その熾烈さは夏の甲子園以上とも例えられる。 1> 第1次予選は一番多い時で一つの枠を200名以上で争い、後日の第2次予選や第3次予選を合わせると最大倍率は400倍に達していた。第1次予選はのに託式クイズ。勝ち抜け決定となるまで正解し続けなければならず、1問不正解で即失格。勝ち抜け決定者が基本の規定数に達したところで終了。ただし、 第14回のみ100名が一気に決定した。第1回では一塁側内野席で行われ、座席に座ったままか、罰のパネルを掲げる方式であったが、第2回以降では、球場の広大な敷地が有効に活用され、挑戦者自身が球場内に設けられた、と、罰の像に移動することによって回答する方式が採用された。 挑戦者の人数に合わせて、以下の形態が用いられた。球場の入り口で問題が発表され、丸が三類側、罰が一塁側のスタンドに移動する。第5回から第16回までの第1問で使用。スタンド座席で問題を聞き、丸だと思うなら、グラウンドに下り、罰だと思うならそのまま座席に残る。第2問で使用。グラウンド上の外野で問題を聞き、丸だと思うなら、 外野にとどまり、罰だと思うなら、内野へ移動する。制限時間が過ぎた後に丸か罰のどちらかのゾーンに入っていない場合は失格。グラウンド上の内野で問題を聞き、外野の丸か罰のどちらかのサークルへ走る。第3回以降では群集心理によって、同じサークルへ、大人数が一気に押し寄せるのを避けるため、丸と罰のサークルの手前にカラーボールのエリアが設けられ、 丸の場合は赤、×の場合は白のボールを拾ってから街頭のサークルへ移動するというルールになった。ボールを拾い忘れた場合、ボールの色を誤った場合、赤白両方のボールを持っていた場合、制限時間以内にサークルの中に入っていない場合は失格。第2回では4のみが使用されたが、その後の大会では、 参加人数の増加に従って123の方法が取られるようになった。また、以下の回では、上記以外の特殊なルールも用いられた。また回を重ねるにつれ、挑戦者が増加すると、走りクイズや、お別れクイズの、シンキングタイムタイムアップ時に、別の像へ移動してしまうという不正が、行われないよう、タイムアップ時にはスタッフによって、仕切り的なロープを、張られるようになった。 正解発表は、第1回から今世紀最後まで、ほぼ一貫して、場内の大型ビジョンの第4回までは、電球式の電光掲示板を用いて行われたが、例外として、第4回の第1問、第5回の第2問は、くす玉の中から正解が出現する方式だった。第1問の出題から、正解発表まで、第5回からは、今世紀最後を除き、球場の入り口で、 第一問が発表されるようになった。これにより、第一問不正会社は人工芝を踏むことを許されなくなった。第一問は、決勝地、ニューヨークの自由の女神に関する問題であることが、恒例であったが、例外として、第一回では、上野動物園のパンダの夫婦の名前、第三回では、ミトコー関連、決勝地がパリだった第九回は、エッフェル塔の問題が出題された。 問題発表は、球場入り口に設けられたステージに立った出題者の福留伊沢が、第一問はこれです。さあ来い。とコールすると、福留、福沢の背後にあるボードがスライドし、注意事項と第一問の問題文が現れるという形式であった。ただし、第13回では、当日の読売新聞長官の広告欄に第一問が掲載され、 一刻も早く問題を知りたい挑戦者が退去して、読売新聞販売店や、キオスクなどに押し寄せ、購入する様子が放映された。また、第14回では、福留が第一問を出題する場面が、朝の関東ローカルのテレビ番組で、生中継で放送され、その番組を視聴した48歳から50歳までの、人は、応募していなくても、特別に飛び入り参加が認められた。 出題から球場に入るまでは一定時間の猶予が与えられ、その時間を利用して家族、知人などに電話をかけて正解を調べることができた。レギュラー放送当時はまだ、スマートフォンもまだ開発されておらず、また個人向けの携帯電話が普及していなかったため、公衆電話に長蛇の列ができ、後ろの列から催促がある中、必死に答えを聞き出す場面もあった。 第8回では自由の女神と上野公園の最後を高森像が向いている方向が分かれば答えが導き出せる問題が出題されたため1時間の制限時間を有効に利用して実際にタクシーや鉄道で上野公園まで行って西号の銅像の向きを確認する挑戦者もいた第1問出題後は球場入り口付近で徳光和夫 渡辺正幸や日本テレビアナウンサーなどによる正解予想が行われ、挑戦者の注目を集めた。この予想は過去の出題パターンなどから予想することが多かったが、あくまでも演出なので、信じるか信じないかは自己責任であった。結果発表の前には、全大会のクイズ王がオープンカーなどで入場して出題者の福とメイサを福沢明の下に現れ、 ステージに登って優勝期変換を行った。第6回から第13回までは前回のクイズ王と共にその回に参加した過去のクイズ王も登場し、第14回第16回では前回のクイズ王のみがグラウンドに登場した。大会によっては以下に挙げるようなイベントや演出も行われ、これらのイベントやインタビューの後、クイズ王たちは出題者席から一名ずつ丸が罰に走った。 クイズ王は優勝期変換のセレモニーまでは来賓扱いだが1問目の選択時から1、挑戦者扱いに変わった。なお、今世紀最後ではセレモニー自体が実施されなかったことから、貴賓席も用意されなかった。正解発表直前には福留、福沢が改めて第1問の問題を読み直し、三類側席、一類側席の人数を発表し、それぞれに 正解の自信があるかどうかを大声で問いかけることで、挑戦者たちの気合を確かめた後、三塁側席、一塁側席から、それぞれ、コール、ツコールが起こり始めるとともに、いよいよ、福留、福沢の合図によって、球場内の大型スクリーンビジョンに丸かツかという、正解が表示される。これが、挑戦者の明暗を分ける瞬間であった。正解の発表とともに、 正解側の席は、喜びの歓声や、万歳参照や、ガッツポーズ、勝者同士での大騒ぎなど、勝者は狂気乱舞の状態となり、逆に、不正解側の席は、破れた挑戦者からのどよめきとため息とともに、その瞬間から金網に、敗者席の垂れ幕が下がると同時に沈まり返り、肩を落としたり苦笑いしたり、ポーズでごまかしたり、またため息や号泣など、 敗者は悔しさを見せるという引きこもごもの状態となってしまうのが定番となっていた。その他の演出台8回以降ではクイズ終了後に敗者全員を対象とした敗者復活戦が行われ若干なが復活者として第二次予選への出場権を獲得した。敗者復活戦の前には敗者の味方特密、渡辺が大勢の敗者を味方につけて福止めに 敗者復活戦を要求するという演出があった第9回、第11回、第13回では、ここでの復活者のうち1名が、本戦中盤のチェックポイントまで進出している。第15.16回では、敗者復活戦は実施されなかった。第12回の敗者復活戦では、復活の条件に、該当する挑戦者がおらず、放送上及び単行本収録分では、 敗者復活戦がないことになった。放送ではその部分が編集され、敗者の味方渡辺が福留に言いくるめられて寝返ったところで終了となっている。単行本においてはいつまでもあると思うな。敗者復活との文章で締めくくられている。第一次予選から十数日後、第一次予選を通過した挑戦者は東京の日本テレビに集合。番組が用意したバスで、 成田空港敷地内にあるホテルの成田エアポートレストハウスに向かい一泊し、翌朝にホテルのホールにいて第二次予選を行った。前日に出発するのは早朝の収録に確実に挑戦者を出演させるためである。ただし第1回は成田空港が未開業であり、羽田空港付近の羽田東急ホテルが会場となり、 第2次予選当日の朝に直接集合させていた。当日は、早朝だったにもかかわらず、第1次予選通過者80名のうち78名が集合した。今世紀最後では、ホテル日光ウィンズ成田が会場となった。第2次予選では、第10回と今世紀最後を除き、じゃんけんで海外進出者が決められた。クイズ番組でありながら、クイズとは、 全く無関係な方式で予選を行うユーモアさが特徴であった。各挑戦者が1対1でジャンケンを行い、先に3回勝った方が勝ち抜け、もう一方は敗者復活戦に回る。対戦相手の選出方法は大会ごとに異なり、挑戦者番号1番対2番、3番対4番など、連番同士や1番対100番、2番対99番などで戦った。 進行役の福留、福沢は落ち込む挑戦者や勢いに乗った挑戦者に対して気合の入った言葉をかけシンプルかつ地味なゲームであるジャンケンの勝敗にドラマ性を演出する努力を重ねた。また、挑戦者の中には事前に念入りに研究をしてからジャンケンに臨むものやマニュアルを持参するもの、ポケットコンピュータや小型の玩具によって次に何を出すかを決定するなど 工夫を凝らして、ジャンケンに参加する者もいた。第一次予選で、敗者復活者が1名の場合、挑戦者数が101名と奇数になるため、次のような方法が取られた。なお、第11回でもジャンケン参加者が103名となったが、どのような方法が取られたかは、番組内で明らかにされていない。次の回では、ジャンケンに、特別ルールが設けられた。 第10回と今世紀最後では、じゃんけん以外の方法で、第2次予選が行われた。また、第11回では、じゃんけん予選の前に、別の予選が行われた。第2次予選が始まる前、敗者の味方徳光、渡辺が、じゃんけん撤廃、全員通過を求めて、福留、め、福沢に詰め寄るが、腕相撲となった第10回以外はことごとく福留めに、 一周される、もしくは了承したと見せかけて、無理難題を吹っかけ、結局じゃんけんに持っていくという演出があった。第11回では福留が、腕相撲、徳光が、じゃんけん復活という逆転現象が起き、日高の裏切りによって、この回はじゃんけんとなった。徳光、渡辺は、毎回敗者にインタビューを行い、第1次予選同様に敗者からのピコポンハンマーを受け止めた。 1> 第1回ではヘルメットの装着のみであったが万全を期するため第2回からアメリカンフットボール選手のプロテクター並みの完全防御体制で敗者の恨みを受け止めていた。また第3回では徳光の等身大人形も置きどちらかを叩くのは敗者の自由であったが人形を叩くのは少なかった。敗者は予選終了後徳光、渡辺と共に 空港の送迎デッキから、勝者の乗る飛行機に向かって、お前たちは非国民だ、日本に帰ってくるな、悪徳勝者マンだなどのシュプレヒコールを浴びせた。特密時代は、大海航空機撃追事件や、ホテルニュージャパン火災など、その年の出来事に引っ掛けたフレーズが言われるなどの、演出が施されていた。ただし、第1.2回では送迎デッキでのお見送りはなく、第1回では、 歯医者はバスに乗せられて浜松町へと行ったが、そのうちの数名は日光へ旅行に出かけた。また、第2回では歯医者におにぎりとたくあんが、それぞれ2個の弁当が配られ、バスで成田旅行へ出かけた。福沢就任直後の第15回では、この回の第1問をもって優待した福留が当時メインキャスターを務めていた、ズームイン。朝、 の放送開始時刻である7時直前、一旦予選を中断、皆の、とめさーん、チェック、の掛け声とともに、ホテル内のテレビに映された、ズームインに出演中の福留の様子を拝見した。第4回以降では、敗者復活戦が行われなかった第15回を除き、予選終了後に、徳光、渡辺による敗者復活戦が行われた。第11回以降では、ここで、 敗者復活した挑戦者は、敗者復活者と書かれたタスキをクイズ中に着用した。ここで復活した挑戦者で、上位進出した者も多く、第9回の優勝者金子、第11回の優勝者稲川、第16回の準優勝者大西は、敗者復活者の一人だった。一方、過去の大会の上位進出者で、その後出場した大会では、 敗者復活戦に挑んだ者も,も多かったが、その中で敗者復活を果たしたのは、第8回の道津岳と第12回の準決勝進出者の一人とごく、わずかだった。国内予選を勝ち抜いた挑戦者はグアム、またはサイパン行きの航空機に登場。その航空機内が第 1CP となり、機内ペーパークイズが行われた。チェックポイント名称は、東京グアム、サイパンへ、 東京裁判、成田グアム。ここでは、第10回を除き成績上位の30から45名が合格し、残りの成績会の挑戦者は失格となり、同じ航空機に戻されて、日本に送還された。航空機は、第1回は、パンアメリカン航空、第2回第10回と今世紀最後では、コンチネンタルミクロネシア航空、第11回第16回は、 木曜スペシャルのスポンサーでもある、全日空気。問題は、今世紀最後を除きすべて3択問題。1、2、3の枠の一つを、蛍光色のマーカーで塗って回答する。問題数は、第1回が800問、第2回は500問、第3回以降は400問。1問あたり4.8から6.0秒のペースで、答えなければならず、まさに時間との戦いであった。 放送では触れられていないが、実際には前半と後半に分けて行われた。これは挑戦者たちが後半に挑戦している間、スタッフが前半の採点を行うためである。このペーパークイズは挑戦者の実力を測る試金石であり、歴代クイズ王は概ね高成績を収めている。また、各挑戦者の得意分野、苦手分野などをチェックする目的も含まれていた。 機内食はペーパークイズ終了後に出された。先にペーパークイズを行うのは食事による影響を防ぐためと言われていた。それゆえ、あまりにもハードな状況に体調を悪く支配者となる挑戦者が毎年必ず出ていた。そのため、途中から挑戦者の笑いを取る問題を混ぜることで答えやすくしていた。福留、福沢は挑戦者の回答中に視聴者向けに低い声で、 代表的な問題文と選択肢を数問紹介した。また番組初期の頃制限時間が迫ると福留がとにかくマークしろと挑戦者に声をかけた。これは無回答による点数のばらつきを防ぐためであった。合否の発表は第1回では客室乗務員により行われたが第2回以降では着陸後タラップの再下段に設けられた ブーブーゲートと呼ばれる装置によって行われた。挑戦者が一人ずつゲート下のマットを踏み、何もならなかったものは合格、ブザーが鳴ったものは失格となる。挑戦者にとっては緊張の一瞬で恐怖のあまり手すりにすがりつき、福留目に海添えされてステップを踏んだものワイドショーのリポーターのようにハンドマイクを持ってリポートするかのごとくタラップを降りていくもの 自己採点の結果失格確実を悟りたラップを降りる前から帰国を宣言した者などがいた。ブザー操作はスタッフが行っており、第12回までは高音のブザー。第13回以降は早押しクイズの不正解示と同じブザー音が使用された。最高得点者はこの時点で司会者の口から発表された。第13回以降は合格者の中の再開も発表されるようになり、 ワースト1から3位の挑戦者は、以降のクイズで、ワースト位と書かれた鉢巻キを装着した。失格となった挑戦者は、そのまま機内へ戻り帰国することとなる。社会人、学生、無職など様々であり、中には、学校勤務の女性教師も失格になったこともある。二人以上の挑戦者のケースでは、夫婦、親子や兄弟姉妹でどちらかが失格になって、 離れ離れになったこともあり、特に第4回では母親が失格したのに対し娘は合格、そして娘は決勝地のニューヨークまで勝ち進んで準優勝になったということがあった。過去にグアムを通過した挑戦者などの場合、機内に戻る前に福留がインタビューしたり、ゲストとしてグアムの神父がが失格者を慰めるため登場することもあった。なお、 会によっては合格者の中のワースト挑戦者は、敗者復活者などとの入れ替えクイズに臨むこともあった。もし、合格者の最低得点者が2名以上同点で並び、その結果通過定員をオーバーしてしまう場合、同点決勝が行われた。また第7回では、シード権が与えられていた、ウルトラクイズ史上最大の敗者復活戦の優勝者と、 機内再開通過者2名の計3名によるクイズが行われ、史上最大の敗者復活戦優勝者が敗れた。決着がついて万歳が終わった後は、第10回を含めて敗者を乗せた飛行機が日本へ向かうというところで終わるが、第3回では帰国した敗者が夜、成田空港へ着くと、そこには敗者の成績表が掲げられており、さらに先日の特密人形と、 ハンマーが置かれているという、その後が放送された。次に挙げる各回では、ペーパークイズに特別なルールが採用されたり、ペーパークイズの前後に別のクイズが行われたりした。第 2CP は、グアム、またはサイパンとなっており、次のクイズが行われた。番組の看板クイズの一つ。回によっては、突撃ドロンコクイズと表記された。ま、ただイオン回は、 グアムドロンコクイズというタイトルだった。後日の第14回は台風直撃緊急事態クイズという表記だった。巨大なボードにそれぞれと罰が描かれた2枚の大きな破壊可能のプレートが設置され、その向こうに泥のプールが掘られている。プレートは第八回まで左側が右側が丸だったが、第九回以降は逆に左側が右側が 罰になった。クイズは挑戦者1名に対して1問、クイズ形式で出題され、挑戦者は正解と思う方のプレートに向かって飛び込む。第12回までは、クイズ会場の脇に吊るされた、問題封筒の中から挑戦者が一つ選ぶ、方式が取られていた。回答時間は問題を聞いてからプレートに飛び込むまで10秒。正解の場合は、 泥プール上に敷かれたマットの上に着地しかち抜けとなるが不正解の場合は泥プールの中に突っ込んで全身泥まみれとなり失格。誤答すること自体がそのまま罰ゲームになるクイズ形式であった。泥の中には染料が混ざっているため一度泥の中に入ると泥の色が衣服から取れることはまずなかった。しかも泥が体の中まで浸透するため 帰国後になっても体から泥が出てくるほどであった。マットには移動要員としてスタッフ6名が角と真ん中の部分についており、クイズ中は持ち場でしゃがんで待機していた。稀に挑戦者に直撃されたり衝撃で跳ね飛ばされて泥プールに転落するスタッフもいた。第4回で初登場。最初に挑戦して泥の犠牲となったのは第2回優勝者であった。 北川信弘だった。翌第5回でも、サイパンでの敗者復活戦として実施されたが、挑戦者と手本で飛び込んだスタッフの計2名が負傷し、第6回では行われなかった。初期の泥プールはただ砂浜に穴を掘り、泥を溜めただけの簡素なもので、マットも巨大なウレタンマットではなく、スタッフがブルーシートを貼り、受け止めるような形であり見た目にも危険であった。第7回で、 ドロプール拡大、ウレタンマットの使用、ドロプールの周りをラバーで加工するといった対策を行い再登場。その後は高齢化し、第15回までグアムでのクイズとして毎回登場した。挑戦者が泥に飛び込むシーンは番組 OP や参加者募集 CM にも多用された。このクイズは1問につき、回答者が1名であり、回答時間も短いため、 第一次予選では出題されないような第三者から見れば絶対に正解がわかる問題も出題されたが冷静さを欠いて後藤する挑戦者は多数存在した。そのバカバカしさから後藤した挑戦者に福留がそんなわけねえだろ、などと叫ぶシーン、呆れてよっこらしょなどというシーンが頻繁に映し出されていた。大半の挑戦者はボードに頭から飛び込んでいったが、 頭から飛び込むことが義務付けられていたわけではなく、足から飛び込み、下半身だけ泥にまみれた挑戦者や、第7回では、ドロップキックでボードを破壊し通過した挑戦者などが、いた。泥に飛び込んだ時の事故を未然に防ぐため、挑戦者のネームプレートは普段使用する、プラスチック製ではなく紙製のものが使用され、またメガネや、コンタクトレンズは、出題前に事前に外すよう求められた。 帽子については特に外すようには求められなかった。第14回ではクイズ当日に台風が直撃し、強風や大雨で通常のドロンコクイズを行うことが困難な状態となった。機材へのダメージを防ぐため収録時間を短縮することとなり、急遽挑戦者一名ずつのボードを掲げて答える形式に切り替えられた。正解は福留が口頭で発表。なお、 クイズの会場は当初の予定通り、ドロンコクイズのセットが設けられた海岸。挑戦者やスタッフは全員腕ずぶ濡れになったが、中には正解、不正解にかかわらず、壊滅状態の泥プールに自ら飛び込む挑戦者もいた。この時は正解のマットは存在せず、正解であろうと泥に飛び込むこととなっていた。泥プールの犠牲者、第1号になるのは大半が、 男性参加者である。第13回では、機内通過者ワースト1から3位の挑戦者から、ワースト位と書かれた鉢巻キを装着したまま開始された。1位と2位の男性参加者は正解して勝ち抜けになったが、ワースト3位と書かれた鉢巻キを装着した、女性参加者は、不正解となり泥プールの中に突っ込んで、全身泥まみれとなっただけでなく、大会発の泥プールの女性犠牲者、 1> 第1号になったこともある。このドロンコクイズが誕生したのは、現、テレビマンユニオン取締役副会長の白井。広ロによると、子供と一緒に散歩に行った雨上がりの公園で、濡れた砂場を見て思いついたのがきっかけだったという。泥は、水分が多いと体につきにくいので、映像的には、面白くないとし 水といい具合に馴染んで体につきやすくなるように練って作って3日間ほど寝かせた泥を使ったと話している。なお、この形式のクイズは第3回のサイパンで登場させるつもりで海岸に建てられたプレートに飛び込み、不正解ならゴムボートの上、不正解ならそのまま海に落下というものを想定し、現地でロケンを行ったが、結局ふさわしい場所が見つからなかったためにこの時は、 断念したという経緯がある。敗者復活戦正解者が規定の通過数に足りない場合は残りの枠をめぐる敗者復活戦が行われた。ここでの敗者復活者は決勝戦や準決勝まで勝ち残る挑戦者も多かった。正解者が定員よりも多く出た場合は勝ち抜け決定戦を行った。決定戦は札上げクイズなどを行ったが放映されたことはない。 第13回の逆ドロンコクイズでもそれだけでは復活者が決まらず、札上げクイズで決着をつけたが、その部分は放映されていない。主にハワイといった暖かな島での海辺や大陸上陸直後の海岸によるチェックポイントにて行われたクイズについて解説する。各挑戦者が1対1で行った早押しクイズ。敗者はその場で何らかのペナルティを受けるのが通例と、 なっていた。全挑戦者の半数が敗者となるが、敗者復活戦が行われたのは、第9回と第14回のみである。このクイズの変形として、ウルトラクイズ史上最大の敗者復活戦で行われた石の上にも3人クイズがある。挑戦者全体を4から7名ずつのチームに分け、チーム対抗で行われたクイズ。いずれも、体力を必要とするクイズであった。 第9回から登場。まず、チーム対抗で競技を行い、勝ったチームに対して回答権が与えられる。問題は、第12回と今世紀最後では競技の前に出題され、それ以外の回では競技後、勝ったチームに対して出題された。一つの問題に、複数、最低でもチームの人数以上の正解があり、チームの各メンバーが一つずつ答える。 全員が正解すれば、チーム全員が勝ち抜け、1名でも不正解の場合競技のやり直し。最後まで残った1チームが失格となるが、多くの場合は敗者復活戦が行われた。放映では編集されていたが、実際の収録は時間がかかっていた。参加者同士は本来ライバル関係であるが、このクイズはチーム戦ということで、励まし合いの一致団結の姿が見られた。 逆に、チームのうちの一名が簡単な問題で間違えると一時的な仲間割れもあった。勝ち抜けたチームは、心から嬉しそうに抱き合ったり万歳をするなど、喜びを体いっぱいで表現した。また、残りチーム数が少なくなるにつれ、メンバーの疲労コンパイが目に見えてわかるようになり、ロケにもかかわらずやらせなしの人間性そのままの映像を映し出していた。第十四回では、 上記とは、ルールの異なる団体戦が行われた。熟睡中や観光中など、挑戦者が油断しているさなかで突然行われるクイズ。第5回で初登場し、第13回以降は毎回実施されている。挑戦者の人数が多い序盤のチェックポイントで実施されることが多かったが、第15回では残り5人の状況で実施され、まさに奇襲であった。 ウルトラクイズって信じてはいけない番組だったんですね。という挑戦者のコメントも生まれた。第11回では、ペーパークイズ勝ち抜け、回3名のみ参加。クイズ形式はクイズ、または、早押しクイズ。奇襲クイズと銘打って行われたのは以上であるが、グアム裁判以降のチェックポイントでは、直前までクイズをいつ行うか挑戦者に対しては、知らされないことが多かった。そのため、 講義の意味においては大半のクイズが奇襲とも言えた。早押しクイズは本戦に入ってから最も多く使われたクイズ形式である。実力差が出やすいのである程度人数が絞られてから行われることが多かった。本番組の早押しクイズでは早押しハットという帽子状の機材が使用された。本戦で登場したクイズ形式の多くは 早押しクイズを基本にバリエーションを持たせていた。負けた時点でペナルティがある形式、早押しボタンの代わりに声で早押し判定をする形式、勝ち抜けに通常の早押しクイズ以外の要素が入っている形式、早押しボタンを押すまでに何らかの運動が必要な形式などがある。問題の読み上げ途中であっても最も早くボタンを押した者が回答権を得る。 問題読み上げが終わった後5秒以内に誰も回答しない場合はその問題は無効となる。また、ボタンを押してから5秒以内に答えられなかった場合は、お手つきとなる。基本的に、正解すれば、ポイントが1点増え、規定ポイントに達すれば勝ち抜け。規定の人数が勝ち抜けた時点で終了し、最後に残った挑戦者が失格となる。お手つき、不正解の場合は、 次のようなペナルティが与えられた。ペナルティのルールはチェックポイントによって異なっていた。早押しクイズで出題された問題のうち、最初の何問かは、開催地にちなんだご当地問題が出題され、旅行ガイドブックやパンフレットなどに目を通しておけば回答できる問題もあった。福留も著書などで、挑戦者は当然ご当地問題の勉強をして、おくべきであると繰り返していた。 ご当地問題以外にもクイズ形式にちなんだ問題なども多く出題された決勝戦は今世紀最後を除いて毎回単純な10ポイント選手の早押しクイズである正当派早押しクイズと呼ばれることもある決勝以外でオーソドックスな早押しクイズは少なく全くない回もあったただし番組初期においてはルール説明に時間を費やす余裕はないということで あえて単純な早押しクイズが多く行われた。決勝以外でオーソドックスな早押しクイズが行われたチェックポイントは次の通り。不正解、キャンセル時にマイナスポイント、1回休み以外の特殊なペナルティがあったもので他の節で解説しているクイズのいずれにも当てはまらないものを以下に挙げる。ペナルティ中もクイズ会場では問題が出題され続ける。また第四回までは 全員が答えられなかった場合は、全員がペナルティを受けた。最初にボタンを押した人が不正解をした場合、別の挑戦者1名に新たに回答権が与えられる、形式。第7回から登場。通例、出題者が、ダブルチャンスと声をかけて2回目の早押しを促す。この形式は、高校生クイズでも、このクイズには、ダブルチャンスがあるという、 ルール上の一般名詞として使われるようになる。第10回までは早押し1位までしか判定していなかったため、最初の不正解時に早押し機を一旦リセットしなければならなかったが、第12回、第14回では早押し2位までを判定。1位はハットのマークにて、2位は早押しテーブル上のマークやパトライトにて回答権者を表示していた。第1 第2回答者ともに不正解だった場合は、両者ペナルティとなる。クイズ形式によっては、特殊ペナルティとの併用もあった。早押しクイズのバリエーションの一つ。挑戦者が多く残っている時点で行われた形式。第5回で、初登場。複数の挑戦者に対し、回答席は3つまたは5つのみで、事前のクイズや抽選などで最初に回答席に座る、挑戦者を決定。 残った挑戦者は、回答席の後ろに並ぶ。回答席に座った挑戦者にのみ、早押し問題が出され、回答席の挑戦者が勝ち抜けるか、お手つき、不正解、キャンセルで交代となり、その回答席の列に並んだ先頭の挑戦者が、回答席に座り、お手つき、不正解をした回答者は、列の最後尾に戻される。挑戦者たちが走りながら、早押しクイズを行う方式。 第8回から登場。第8回では、ジョギング早押しクイズという名称で、第9回より、マラソンクイズという名称になった。体力を必要とされるクイズの代表格で、女性が苦戦することが多かった。早押しボタンは走行している自動車の後方についている。早押しハットは固定されており、ボタンは第7回にメインで使われた手のひら全体で叩くスタイルの、 大型のボタンが使われた。第8回の初登場時はボタンに手を添えて走れたが、第9回以降はボタンから手を離して走らなければ、ならなくなった。出題時間を限定して行われた早押しクイズ、タイムショッククイズとも称された。レギュラー大会での初登場は、第11回だが、タイムレース自体が初めて行われたのは、ウルトラクイズ史上最大の敗者復活戦においてで、ある。 限られた時間内の早押しクイズでどれだけポイントを獲得できるかを競い、クイズ終了時点で最も獲得ポイントの少ない挑戦者が失格となった。そのため福留は第11回のクンで出題前に勝ち抜けポイントは実は決まっていませんと挑戦者に説明している。現地人の協力によって行われたクイズ。早押しクイズに正解を。 トランプの神経衰弱の要領で、双子、親子など共通するテーマの人物を揃える。会場には専用のボード型のセットが設けられ、その裏側でゲストが待機していることが多かった。双子神経衰弱クイズ招かれたゲストの中から、双子、または三つ子を当てるクイズ、第6回から第10回まで毎回行われた。 早押しクイズに一問正解すると、神経衰弱の挑戦権が得られ、ボードに設置されたパネルの番号のうち二つを選択する。番号を指定すると、パネルが裏返り、カーテンが開いて対応するゲストが登場。双子、または三つ子が揃えば勝ち抜けとなる。揃えられなければ、早押しクイズに戻る。クイズ私がママよアメリカ人の子供の描いた絵から、 母親が誰なのかを推測するクイズ。子供はボードの裏側で、母親はボードの前で待機している。通常の早押しクイズで規定ポイントに達した挑戦者は母親当てクイズの挑戦権を得る。番号を一つ指定すると、対応する子供が一人現れ、その子供が描いた母親の似顔絵をヒントに、母親が誰かを番号を指定して当てる。 母親宛に正解すれば勝ち抜け、母親宛でことをすると、ポイントが例に戻り、早押しクイズに戻る。子供の描いた、季節内から母親を選ぶのは、難しいケースもあったが、出題者がさりげなく似顔絵で重視すべきポイントなどのヒントを出すケースもあり、あらゆる情報を総合して回答することが求められた。 逆に非常に特徴を捉えた絵を描く子供もおり、最初の子供の指名も重要なポイントであった。その他の人物宛てクイズ複数ある答えをすべて言わないとポイントが加算されない早押しクイズ。不正解は1回休み。一問多答クイズ1つの問題に2つまたは3つの答えがある。二重音声クイズ福留と,と小倉厚の2名でそれぞれ異なる問題文が、 同時に読み上げられる早押しクイズ。1ポイントで勝ち抜けだが、2つの問題に、両方とも正解しないと勝ち抜けとはならない。第12回第 12CP、フェゴ島の敗者復活戦、第13回第 6CP ブルーマウンテンの前半戦、ステレオ20音声クイズ、第14回第 12CP レイクミシュガンの敗者、決定戦の合計3回が行われた。 出題パターンは3つに分けられる。問題文が途中まで同じで後半が異なるタイプ問題文が初めから異なり答えが似ているタイプ問題ジャンルも正解も全く異なるタイプ特に2は基地に富んだ出題と言えたが問題文は初めから全く異なる文章を読まれるために難度が高かった。逆に1は比較的答えやすく フェゴ島で敗者となった挑戦者もこのパターンを半分正解している。第13回ブルーマ運転の二重音声クイズは番組の中で唯一のステレオ放送となった。回答権を得るために何らかのアクションを行わなければならないタイプの早押しクイズ。様々なバリエーションがあったが多くは体力を必要とするものだった。そのためクイズによっては 男女の体力差が考慮される場合もあった。自分がわからない問題が出題された場合や体力を温存したい場合は、回答に参加せず、スタート地点で待機していても良い。早押しに正解しても、運が良くなければ勝ち抜けることのできないクイズ。いくつかの選択肢の中から一つを選び、その選択肢に書かれた数値がポイントに加算される、方式。合計ポイントが、 一定値に達したら、勝ち抜け。アメリカに関する知識や人間観察力を要求された。回答権利を剥奪する、ポイントを奪う、回答権を押し付けて自分がポイントを獲得するなど、他の挑戦者に対して妨害する要素を含んだ早押しクイズ。各挑戦者が、各々の実力、弱点を知るようになってくる終盤に行われることが多く、駆け引きが重要なポイントとなった。 なお、準決勝でもこの手のクイズが行われることが多かったが、準決勝で行われたクイズについては、準決勝武士を参照。他のいずれのタイプにも分類されないルールを持っていた、早押しクイズ。早押しとは違い、あらかじめ回答順を決め、その順番通りに回答していく方式。回答できるのは1名につき1回だけが基本だが、時間内なら何回でも回答できる回もあった。 不正解の場合は次の順番の挑戦者に回答権が移る。また、回答権が一順しても正解が出なかった場合、次の問題に移るパターンと、正解が出るまで何順も繰り返すパターンがあり、後者の場合は途中でヒントが与えられた。番組内では編集のため回答が早めに出ていたが、出場者のウェブサイトによれば、実際のところ回答権は数順した後に正解が、 出た場合も珍しくなかったという、口述のインスピレーションクイズと連動させる場合もあった。回答席の並びは、他の多数のクイズでは挑戦者番号順であるが、このリレークイズでは、抽選やミニクイズなどで順番が決められ、カメラから向かって最も左側の挑戦者から順番に回答する、現地の人物や土地に関する問題が出題されるクイズ。初期では、 アメリカ本土最初のチェックポイントでよく実施された。単なる知識だけでは対応できず、連想力、感ひらめき、運などの要素を大いに必要とする形式であった。そのため、ペーパークイズの上位者が苦戦することが多かった。どの回も規定数正解したところで勝ち抜け。複数人が同時に規定正解数に達し、勝ち抜け予定者数を上回った場合は、 同点決勝を行った。クイズは次のいずれかの方式で行われた。ゲストクイズ現地の人物をゲストとして招待し、そのゲストに関する問題が出題された。私はある特技を持っています。私は〇〇の世界一ですなど。アンケートクイズ現地の人々に対して3択、またはのアンケートを行い、挑戦者はどの回答が最も多くなるかを予想し、 予想が的中すれば1ポイント獲得。なお、ウルトラクイズ史上最大の敗者復活戦でも、宮城県の野野島の住民100人による、同じ形式のクイズが行われた。ご当地クイズ現地にちなんだクイズが出題された。連想クイズ現地のゲストに、日本の伝統的なものを見せ、これは、何の用途に使う道具か、などと問い、挑戦者はそれに対するゲストの答えから類推し、 ゲストに見せたものが何かをフリップに書いて当てる。文化の違いを逆手に取り、挑戦者の思考力の柔軟性を試すものであった。砂漠や平原、飛行場などの広大な場所で行われた看板クイズの一つ。ヘリコプターや飛行機、熱気球、インディアンの騎馬隊、降下するスカイダイバーなどからクイズの問題が入った100通から200通ほどの封筒がばらまかれる。 挑戦者は、スタート地点から走り、封筒一通を拾って出題者の元に戻り、そこで出題者が開封して出題された問題に、回答する。大抵一問一答問題。砂漠や平原、草原の丘といった広大な大自然を利用して、クイズを行う、本番組ならではのスケールの大きな形式であった。第3回から第16回まで毎回開催されたが、 同一 CP で数年後に再びバラまきクイズが行われることもあり、残り4名で行われた第7回オルバニー以外は前半から中盤の CP で行われた。封筒の中には毎回一定の割合で問題の代わりに、ハズれと書かれた紙の入った封筒が存在した。これを拾った場合、強制的に不正解扱いとなり、再び封筒を取りに行かなくてはならない。また、 たとえ外れでなかった場合でも自分が正解できない問題に当たった場合は再び走る羽目となる番組の歌い文句である知力、体力、字の運の要素すべてが試されるクイズであった問題も通常の早押しクイズでは見られないに宅問題、謎謎やトンチの問題、細かい計算や小学生クラスの計算問題、冷静に考えればすぐに 答えがわかる簡単な問題、ややこしく長い文面の問題といったものが含まれていて、走り回った疲れと焦りから簡単な問題を落とすこともしばしば見受けられた。なお不正解や外れでのペナルティはなし。外れが出た時、挑戦者が悔しさから何かしらの大きなリアクションを取る場合も多い。また福留はしばしばこれを何と読む という決まり文句を発しながらハズレ券を挑戦者に示していた。この際に第3回と第5回ではハズレ券は挑戦者のみに見せて放送ではテロップでハズレと表示していたが第4回では白地に赤い文字でハズレと書かれた紙を第6回以降は赤字にハズレの白抜き文字の紙を挑戦者とカメラに見せていた。ただし ハズレを引いた挑戦者の表情を映す時などは、ハズレのテロップを表示していた。ハズレを何回も続けて引いた挑戦者が、それにめげずに最後まで諦めずに頑張る姿勢がよく映し出されていた。また、最後の勝ち抜けについては走り続けて、満身創痍の挑戦者同士の危機迫る戦いが、毎回のように繰り広げられた。大会によっては、気温40度を超える環境で、 クイズが行われた。運と体力の要素が強いためか従来のクイズでは、回で通過する挑戦者がトップ通過したり、または競合、実力枠が回で通過することも多かった。他のクイズ形式と同様に規定ポイントに達した時点で勝ち抜けというルールが多かったが、このバラマきクイズでは正解して1ポイントを獲得するごとにメダルが首にかけられ、 誰が何ポイントを取得したかが明確になるよう工夫されていた。また、上記とは少々やり方が異なるバラまきクイズも行われた。一問一答クイズであるが、早押しボタンを押す代わりにマイクに向かって大きな声で叫び、一番早く一定音量に達した挑戦者が回答権を獲得できる方式。第8回から第16回まで毎回実施された。 第10回以外では毎回、旅行の途上で名付けられたニックネームや挑戦者の職業、趣味、事情などにちなんだフレーズが、福留、福沢より与えられ、挑戦者はそのフレーズを叫んで回答した。座らずに立って行われることが多かった。単純に大声の瞬発力の速さを競うだけでなく、福留、福沢の絶妙な愛の手もあった。決勝進出者を決めるためのクイズ。 通例、参加人数は4名で、そのうちの2名が決勝に進出する。第1回、第3回、第7回では3名、第6回、第9回では5名が参加。第10回は、北米ルート、南米ルートそれぞれ3人参加で、決勝進出は各1名のみ。準決勝は、アメリカ独立戦争や南北戦争など、アメリカ合衆国の歴史に、 関連の深い場所で行われることが多く、放送ではクイズの前に当地の歴史に関連する映像や現地俳優陣による戦争等の再現が放映された。加えて、第11回では放送直前に挑戦者たちが日本に電話しているところが放送された。また、準決勝としての緊張と格式を保つために出題者の福留、福沢が各挑戦者に対して ライバルは誰かと質問することも多かった。各回、次のクイズ形式で行われた。第1回前半、第2回、第9回を除き早押しクイズである。第4回で行われた通過クイズを発展させ、第5回から導入されたクイズである。第5回では、第4回の通過クイズに変更を加え、3ポイント獲得後の通過席にも早押しボタンとウルトラハットが設置された。 他の挑戦者と共に通過クイズを早押しクイズで行い、ここで正解すれば決勝に進出できるが、他の阻止側は通過席の挑戦者の決勝進出を阻止する、すなわち当選簿を仕掛ける形となった。以後、準決勝ではこのクイズ形式が定番となる。通過問題は封筒に入っており、通過席に行く時にはその封筒を自分で選んで、出題者の出題席に持っていく。 その封筒は、第10回までは、通過席近くの場所に10通ほど付けられていたが、第12回からは、第16回までは、現地エキストラ2人のどちらかから選ぶ方式に変更。そして今世紀最後では、ミスニューヨークと呼ばれる女性が持つ問題を選ぶ、方式になった。通過クイズのルールは次の通り。当選母クイズが、初めて導入された第5回では、いきなり激戦が繰り広げられた。 まず優勝した牧野リオが通過席に立つが2ポイントを取っていた準優勝の杉山真に阻止された。代わって通過席に立った杉山が一発で抜けた後、二人目が勝ち抜けるまで残りの三名の挑戦者間で通過失敗が繰り返された。牧はさらに二回阻止され、四回目の通過クイズで勝ち抜けた。前期ウルトラクイズでは最大の名勝負と呼ばれていた。 第13回では、第5回以上の素止並びに通過失敗が繰り返される激戦が展開された。開始時に用意していた約140問あった問題が、そこをつき、日本から新しい問題を送ってもらうのと、その場で急遽問題を作成するために1時間ほど休憩が入り、もしあと50問ほどやって決まらなかったら4名とも決勝進出だったというが、2015年に、 ファミリー劇場で再放送された13回、大会放送後の、今だから話せるウルトラクイズマル秘証言集パー試合、では、出演者であった優勝者の長戸が、このことについて、聞き手の小倉敦氏に質問した際、小倉は、ないと言い切っている。この激戦を伝えるために、最終第5週が当初予定の90分から急遽120分放映に、切り替えられたほどである。長戸は8回目。 準優勝者の長田は3回目の通過クイズで決勝進出を決めた。準決勝終了後福留は13年の歴史の中で最も素晴らしい戦いだったと最大限の賞賛の言葉を送った。第14回ではこの回の準優勝者だった高松康則が放送上クイズ開始からわずか6問目でクリアという最速記録を達成した。今世紀最後ニューヨークでの準決勝では ニューヨーク入りする前に挑戦者全員にアイマスクをつけさせ、そのままの状態でクイズを行った。目隠しされているので、通過席はなく、通過クイズ挑戦時はその場に立って回答。そして通過問題は通常は、福留の近くにある問題を入れた封筒の中から自分で選ぶのだが、この時はその場で、問題封筒の色、赤か青かを指定する。勝ち抜けたもののみが、 アイマスクを外し、ニューヨークの景色を見ることを許された。一方、敗者はアイマスクをつけたまま空港へ戻り、離陸後、ニューヨークの景色が完全に見えなくなってからようやくアイマスクを外すことができた。つまり、ニューヨークまで来ながら景色も見ることができずに、帰国しなければならないこと自体が罰ゲームとなった。クイズ終了時、通過席にたどり着くことなく敗退した挑戦者も、 かなりいた。決勝戦では最後に残った2名の挑戦者の中から優勝者を決定する。決勝地は第9回と今世紀最後を除いて番組内でクイズの都と呼ばれたニューヨークであった。第1回から第6回までは決勝もチェックポイントの一つという扱いだったようで決勝ポイントとテロップ表示されていた。第7回では後日の電話シーンから始まったので 決戦前夜、第8回では、決戦、第9回、第10回は、決勝、第11回以降は、決勝戦、今世紀最後では、決勝地と紹介された。また、第11回から第16回では、決勝進出者の氏名も同時に表示された。第1回と第7回の決勝戦前夜には、決勝進出者が日本に電話をしているシーンが映し出された。 第13回から第16回までは決勝戦放映前に今年も多くの敗者が去っていったという敗者を振り返るコーナーが放送された。東京ドームから準決勝までで敗れ去った挑戦者たちの悔しい表情や涙を流す場面などが次々と映し出された。決勝進出者はヘリコプターで決勝地の都市上空を飛行し、その後クイズ会場に入場する。この際、 福留、福沢は別機に乗り、決勝地のレポート、決勝地に至る、その回の解雇、決勝進出者の紹介を行った。第14回では、セスナ機が使用され、今世紀最後では、決勝進出者自身が、水上バイクを操縦して登場した。決勝進出者は、乗り物一機につきそれぞれ一名ずつが乗るのが、歓迎であったが、第9回のみ2名一緒に一機のヘリコプターに、 乗っていた。第10回では互いに誰が決勝に進出してきたのか知らないまま、先に都市の北方角より飛行してきた北米ルート代表者のヘリコプターと少し後から逆方角より飛行してきた南米ルート代表者のヘリコプターの2機がエンパイアステートビルの上空近辺で会場に合流するという演出がなされた。 第11回は準決勝と同日の決勝戦ということで決勝進出者紹介の際にアッパーワンで罰ゲーム中の準決勝敗者が移された決勝進出者はスーツ姿で決勝戦に臨むことが多かったがこれは制作サイドで強制されていたわけではなかった本番組では第1次予選を突破した挑戦者たちにスーツドレスを持参するように通達していたが これは、決勝戦のためではなく、高級レストランや公的な場所など、スーツやドレスを着用しないといれない、場所の処理、ドレスコードに対応するためであった。実際に、スーツではなくは服姿や成田予選で着用した、パジャマ、仕事で着ている作業服で、決勝戦に臨んだ挑戦者もいた。今世紀最後では、クイズ形式が、ドロンコクイズのため、挑戦者は二人とも、 t シャツなどのラフな服装だった。なお、毎回ニューヨークでの決勝戦の前日には、5番街に、ある日本食レストラン、札幌レストランにて、決勝進出者、スタッフ全員で、夕食会を行うのが恒例であった。決勝戦は、今世紀最後を除く、全大会で、オーソドックスな早押しクイズが行われた。不正解は、マイナス1ポイント。 先に10ポイント獲得した挑戦者が優勝となる。基本的に椅子に座ってのクイズだが、第7回では椅子がなく、丈が高いテーブルで、早押しクイズが行われた。また第4回では、マイクの部分に、菊の花と帯が飾られていた。決勝戦の収録は、第11回までは、午後の日中、第12回第16回では、日没から夜にかけて行われた。 クイズ開始直前には、出題者が、決勝進出者に、優勝するのは誰かと問いかけ、気合の度合いを確かめることも多かった。決勝戦の結果は、一方的になるか、僅差になるかのどちらかというケースが多かった。一方の挑戦者が10ポイントに到達して優勝が、決定すると、優勝者は、地元学生バンドのファンファーレや福留、福沢による、大いなる祝福を受けるとともに、 福留と相撲を取ったり、得意の落語を披露したり、ボーイフレンドの名前を叫んだり、妻の名前を摩天楼に向かって叫んだり、噴水に飛び込んだり、桟橋から海に飛び込んだりなど、優勝者は思い思いの形で喜びを表現した。今世紀最後の決勝戦は、従来の早押しクイズではなく、突撃ドロンコ決勝が行われた。両挑戦者が交互に、 赤か青かどちらかの封筒から問題を選び、サッカーの PK 形式でドロンコクイズに回答。5問終了したところで、正解数の多い方が優勝となった。仮に同点だった場合は6問目以降サドンデスとなる予定であったが、先行の5問目が終了した時点で決着がついた。なお、このドロンコクイズでは、ウレタンマットで囲った中に泥プールを作り、より安全性を高めていた。 クイズ終了後、表彰式が行われた。優勝者には優勝旗と花束が贈呈され、そして特大グラスに注がれたシャンパンを飲み干す権利が与えられた。飲み干せない場合は残りを頭から被ることもあったが、番組後期のプリンセス号が決勝戦会場となってからは頭からシャンパンを被る行為は行われなくなった。優勝者が、ゲコや、 体調不良だった場合も想定して、シャンパンの代わりに、ノンアルコールの代用品も用意されていたが、特に番組内で、それに関する言及はされなかった。なお、第1回と第2回では、ニューヨーク市内のホールで、表彰式と祝賀パーティーが行われた。それ以外の回でも終了後に打ち上げとして、パーティーが催された。第2回では、優勝賞品が、家族と共に、 ニューヨークの豪華ホテルに宿泊であったため、決勝戦開催時に両決勝進出者の家族が成田エアポートレストハウスで待機し、徳光とともに決勝戦の模様を中継で聞いていた。勝負が決着した後、優勝した北側の家族はニューヨークへと旅立ち、敗れた真下の家族は帰宅した。決勝戦の敗者はクイズ終了後、番組オンエア上では、 福留や福沢から、ねぎらいの言葉をかけられることもなく、他のチェックポイントでは、あるコメントを求められることもなく、大会最後の敗者としての表情を映し出されていた。例外として、第1回では、準優勝者の藤原茂子が優勝パーティーで、ウェイトレスの格好をして登場したり、第3回では、準優勝者の田植茂が優勝したそうだに一言、武だ田だが祝福の言葉をかけたり、 第4回では、準優勝者の松沢のりが寂しく、会場を去る姿がオンエアされたり、第7回と今世紀最後では通常は、放送されない準優勝者のコメントが放映されたり、第16回では優勝した田中が涙ぐんでいる、ところに準優勝者の大西がハンカチを貸す場面などが、放映された。表彰式終了後、クイズ王は、リポーターと共に、商品値へ向かい、 そこで、優勝商品を受け取った。ただし、第6回では商品である、世界一周旅行へと表彰式終了から全く、間を置かずに即出発。第9回では、商品受け取りの前に、一旦日本に帰国した。今世紀最後では、生放送のため決勝地においてその場で受け取り、準優勝者である清水もその場で、優勝商品受け取りを眺めていた。 本番組では時々おまけ的な要素として、勝敗に無関係な場面でのクイズも行われた。一部は罰ゲームを兼ねて行われたものもある。説問自体が間違っている。いわゆる、嘘もんは、一問で運命が決まる。本番組では特に出題しないように気が配られ、同じ問題が3度にわたり入念に点検された。この作業は後取りと呼ばれる。 問題制作を担当したトマホークの萩原、ストム社長は、その結果説問には一度も誤りがなかったと自慢している。しかし、実際には稀にだが、嘘もんが出されたことがある。上記の問題についてはそのまま放映されたが、嘘もんが判明した場合、大抵は番組ではカットされるか、アフレコで問題文を入れ替えて放映していたという。また、 回答の判定はウルトラクイズ審査委員会がその場で行い、その場で説問の誤りが分からなければ、後で誤りが分かっても訂正は受け付けないようにしていたという。ありがとうございます。